コンフィアファイナルインパクト、コロシアム特別ルール15分無制限ラウンド。400戦以上無敗、グレイシー柔術最強の男ヒクソン・グレイシー。これまで数々の激闘を制し、世界最強の名を欲しいままにしてきたグレイシー。しかし追い詰められた一族、ホイラ、ヘンゾ、ホイスが敗れ去った今、一族の掟を守れるのはこの男のみ。グレイシー不敗神話、最強伝説復活のため、今宵まだ誰も目にしたことのないグレイシー柔術最強最大の究極奥義を見せる。 I'd like to say to Mr. Funaki I will be very honored to fight him. I have a lot of respect for his achievements in the martial arts world, especially here in Japan. But I wish him good training to be prepared.Because it will be a good battle, I will do my best, and I hope I can win. ブラジルから日本に降り立った20世紀最後の侍が、己と一族のため今全知全能をかけた戦いに臨むヒクソン・グレイシー。日本格闘技界の切り札、パンクラスのエース船木正勝。打倒ヒクソンという日本格闘技界の悲願を背負った運命の男。新日本プロレスから UWF を経て藤原組、そしてパンクラス設立と、これまで己の理想のもとに走り続けてきた船木。世紀の一戦に向け、コーチ合宿、ヨガ特訓など、これまでの15年の格闘技人生の全てをかけ、今最大の舞台に立つ。次会う時はリングの上になると思います。これはグレイシー柔術、ヒクソン・グレイシー柔術と、今回その日本の格闘技、どっちが強いか、単純にどっちが強いかの力比べ、精神力、技、全ての、力というものの集大成の競い合いだと思いますので、必ず勝ちます。全ての戦いは今日この日この瞬間のためにあった。桜庭田村に続け、頼んだぞ船木正勝。ヒクソン・グレイシー VS 船木正勝。
ただの偶然とは言い難い奇妙なシンクロ、全てこのコロシアムを示すベクトルだったのかもしれません。この明日を背負うあまりにも重い一戦、避けることもできました。しかし船木は運命としてこの対戦を受け入れました。今世紀最大にして最後の決戦、世界中が注目、勝負は一度きり。頼んだぞ船木正和。決まります。判定はありません。1ラウンドを15分としまして、決着がつかないときは2分のインターバルを置き、さらに15分、それでも勝敗がつかなければまた2分置いて15分と無制限に繰り返されます。いや、いよいよ始まりますね。いよいよ来ました。しかし正規の一戦です。船木選手の体、素晴らしい仕上がりですね。コンディションは万全、やることは全てやってきました。2人の侍の戦いが今始まりました。さあ船木、魅力を出していく。今始まりました。さあ船木、魅力を出していく。そして左、ヒクソンがタックルに行く。ヒクソンタックルに行く。さあ船木、この差し合いは五分ですね、今のところ。はい、四つになってますから。解説には格闘技通信編集長浅岡秀樹さん、ゲストには関根勤さん、クルス敦子さん、そしてスペシャルゲストとしましてバルセロナオリンピック金メダリスト、そしてシドニーオリンピックの柔道90キロ級代表でもあります吉田秀彦さんにお越しいただきました。さあ世紀の一戦が迎えられました。関根さん、はい、くしくもヒクソンは自らを侍だといい、船木はその侍の格好で入場してきました。そうですね、まあ、ああいう格好っていうのは、中途半端な選手がやると、さあタイヤで帰っていく、はい、お笑いみたいになるんですけど、船木選手決まってましたね。船木だからできること、はい、さあコーナーに詰め寄っていく。
白のトランクスが400戦無敗と言われているキクソングレイシー、そしてライトブルーと言いましょうか、初めて見るこのトランクス、船木正和。もうこれは船木選手じっくり構えた方がいいんじゃないですか、はい、もちろん関根さん、はい、従来のヒクソンですとここから寝技あるいはグラウンドへ持ち込みたいんですよね。そうですね。ただ船木もそうはさせません。それはもう見通しですからね、はい、長期にわたって幕末の師坂本龍馬のお膝元コーチで合宿を行ってきました名参謀ファンクラスの名優高橋義樹とともにこのヒクソン対策を練ってきました。さあ、クルスさん、はい、この船木選手のリング上での表情どうですか。いや、もうすごいファンクラスのやっぱり中で背負って立ってる人ですから、はい、ここで勝つことが日本の若手選手へのね、力にもなると思うんで、当然なります。すごく気合は入ってると思うんですよ、はい、だからその分やっぱり楽に試合をしてほしいですよね。気持ち的にもリラックスをして戦って、うん、そして未来を変えてほしい船木。さあ、このコーナーに詰め寄っていますヒクソングレイシーです。この差し合い船木、ああこのロープを掴むという行為は反則になります。さあ、ヒクソンはなんとかこのグラウンドに持ち込んでいきたいところです。今日もこのスキンヘッドで臨んできましたこのヒクソングレイシー。恐ろしいほどのオーラが漂います。はい、船木選手はとにかくテイクダウンさせないで、はい、このままでもいいと思いますね。とにかく守りに徹してですね、はい、うん、それでもう極端に言えばラウンド終了まで待って、また離れた間合いから打撃を狙うというぐらいの気持ちでいいと思います、はい、まあ、当然勝機は充実のヒクソンに対してはスタンディングということになりますよね。そうですね、打撃で勝負かけた方がいいと思いますので、はい、で船木選手はコーチでいい合宿をしてまいりましたんでね、スタミナも自信あると思うんで、はい、スタミナ戦に持ってってもいいと思うんですよね、はい、さあ、ヒクソンの手が船木のももに来たぞ。さあ、どうだ、船木が膝蹴りを出していく、膝蹴りを出していく、そしてテイクダウンを奪ってしまうのか。船木が耐えている、船木が耐える、耐えろ耐えろ、船木足を引いて、足を引いて耐えろ、そのまま耐えろ、足を引いて、足を引いて耐えろ、そのまま耐えろ。さあ、船木切りましたね。耐えた耐えた、はい、うまかったですね今のね。ももに手をかけてきたらですね、はい、必ず足を後ろに引いて、はい、その手を切らないといけないですね。このあたり見事、はい、この合宿の成果が出ているという感じありますね。そうですね、はい。そして浅岡さん、はい、今日は船木はシューズを履いてくると思ったんですけども履きませんでした、はい、そうですね、ということはですね、はい、キックが可能だということですよね、はい、やはり打撃で勝負かけるつもりなんじゃないですかね、まあ戦前の予想では、はい、シューズを履くかもしれないと言った声がありましたが、はい、船木はシューズを履きませんでした。島田さん、はい、ヒクソン側です、はい、セコンドのホイラー選手が膝を捕まえろとしきりに、やはりそうですか、はい、当然このヒクソンサイド膝を取ってグラウンドへ持ち込めと、そういったことをセコンドからの指令として出しています。船木、はい、選手顔の表情が落ち着いてますね、冷静ですね、この、なんとも言えないですねこの表情が、そうですね。放送席島さん、はい、船木サイドの方はですね、はい、高橋トレーナーがとにかくゆっくりゆっくりと、はい、落ち着いて落ち着いてと、はい、そして手を下から返していけと、はい、という指示を出してますね、はい、このまま行くとですね、はい、膝蹴り、はい、船木選手は守りで、はい、ヒクソン選手はテイクダウン狙ってるんですけど、膝蹴り膝をついた、はい、それ繰り返してるとヒクソン選手の方が疲れると思いますんで、そうですね、ちょっとスタミナ的にはヒクソン選手の方が消費するかなという感じはします、はい、年齢差9歳があります。クソングレイシー40歳、はい、ヒクソン選手の方の汗の方が多いですよ。そうですね、船木が実は言っていたんですが、ヒクソンのこの汗をかく時期が試合を見ているとどんどん早くなってきていると、そんなこと言っていましたね。さあ、コーナーに押し込んでいるこの体勢が延々と序盤から続いています。右のパンチあんまりボディに食らわない方がいいですね、そうですね、今ちょうど船木がその右を持っているんですが、そうですね、この拳が船木のボディに食い込んでいきます。ヒクソングレイシーこの表情、玉のような汗が滴り落ちてきました。そうです、汗かかした方がいいですね、はい、31歳の船木正勝、しかし、はい、船木はまだ全然汗かいてないですよ、うん、短時間でこの試合の決着をつけたいってヒクソンが言ってたみたいなんで、そうですね、スタミナですよね、そうですね、まあ、ただ吉田さん、はい、スタミナと言いましてもヒクソングレイシーのこの体を見てもなんという若さだという感じがしますね、本当に改めて。そうですね、40歳の体にはやっぱ見えないですよね、
まあ、ヨガをやってやっていれば年齢は若返る、そんなことを言っていました。さあ依然としてこのスタンディングの争い、差して争い、コーナーに詰め寄っているこのヒクソン、この体勢が続いています。吉田さん、はい、この戦い、船木対ヒクソン、いろんな図式が成り立つと思います。吉田さんはどんなところに、いやどうですかね、よりあの両選手ともですね、心技体、全部備わってると思うんですよ、はい、で最後にやっぱ何かが決着つけるかって言ったら、心の部分だと思うんですよね、はい、どっちか妥協した方が負けると思います、はい、ヒクソンが妥協する姿、未だ誰も見たことがありません。そして船木も決して妥協しないファイト、これが心情であります。こうなると本当に精神力の戦いですよね、はい、スタミナがなくなると、はい、集中力なくなりますからね、はい、そこをどっちがつくかですよね。当然ヒクソンとしましても、この柔術、グレイシー柔術の戦い方は相手の隙をついて一瞬で勝ちを奪う、汗の量がすごいですね、そうですね。吉田さん、はい、これだけ序盤に汗のかく量の差があるというのは、これはどう見ますか。どうですかね、かなりヒクソン汗かいてますよね。そうですね、逆に浅岡さん、はい、こうやって押し込んでいる体勢のヒクソンはかなりやはり力が入っていると見てよろしいんですか。そうですね、押し込んでいるだけじゃなくて、かなり倒そうとしてるんで、はい、それは体力使いますね、はい、こういうさあというヒクソンでありますが、それであとこれだけ汗かいてしまうとですね、はい、2ラウンド以降そのチョークですね、チョーク以外の、決め技というのが、はい、例えば腕しぎぐらいの技ですと、非常に裸体の競技では決まりにくくなってしまうので、滑りやすいということですね、はい、で攻撃 の, その狙える幅が狭まると思うんですよね、はい、そう、おっとアッパーカットのような形でヒクソンが出してきます。さあフロントレックック、フロントレックック、さあ船木、これはまだ大丈夫ですね、はい、船木は冷静にセコンドの高橋良樹の方を見て何か指示を仰いでいますが、なんか時間を聞いてたみたいですね、時間ですか、残りは、はい、7分を切っています、うん、あーこの表情苦しさすごく、あーしかし浅岡さん、はい、ここは無理に付き合いませんね。そうですね、二人の侍の未来は一体どう出るのか。さあ船木はローキック、ローキック、ローキック、右から左ローキック、さあ左もう乱発放ったことでしょう。ヒクソンが立ってくるのをおそらく待っていることでありましょう。アグレッシブですね、関根さん、当然ヒクソンはもうこれ船木が来るのを待ってますからね。そうですね、乗っちゃいけませんよね、もうどっちが痛いの我慢するかですよ、はい、蹴る方も痛いでしょうけど、さあフラッキ攻めろ、フラッキ攻めろ、これだけの場面というのはヒクソンがこう、はい、まあ、ここまで追い込まれると言いますか、これだけのこともヒクソンが今まで見せたことがないですよ、ね、そうじゃないですよ、はい、初めてですよ、はい、フラッキ選手あんまりここで調子を乗ってスタミナを失いたくないですね。そうですね、冷静にね、しびれを切らして立つのを待つ、着実にダメージを、同じところを蹴っていった方がいいですよね、はい、足だったら足を、さあそういった攻撃でこのもものあたりにローキックを放っていきます船木正勝です。さあ進み上がった、さあ船木がこの戦いは勝った、パンチですね、パンチ、はい、船木の右、いやヒクソンの右、さあ前蹴りからスタンディング、うわこれはまずいな、吉田びっくりしましたね、吉田さん、いわゆる横四方の体勢を抑え込みに入りました、まずいですよね、はい、これはまずいですね、ここからブリッジとか来られると思うんですよ、はい、さあマウントポジションだ、フラッキこれを耐えてくれ、肩固めに入っている、肩固めに入っている、よしよし、それでさあ耐えてここからうまく一つ息が入りました、あと4分、一瞬危ないシーンがありました、あと4分40秒ですね、マウントポジションを取られてしまったフラッキ、これを耐えて、さあこれをなんとか耐えて、そしてもう一度、さあギロチンチョークに行くか、上からギロチンチョーク、上からギロチンチョーク、さあフラッキ耐えろ、フラッキ耐えろ、まだ大丈夫、上からパンチです、今日は怖いヒクソンが出てきた、うまいヒクソンというよりは怖いヒクソンが出てきた、上からのパンチ、上からのパンチ、
残りは4分9秒8秒あもうちょっとブレッジしたりそうですねした方がいいですね、はい、下向いてた方が切れたあ切れたあーっとあーそして水上の上で締められていますこの体勢はきついなさあそしてヒクソンのセコンドホイラーがあと4分は長いなちょっと長いですね、さあ耐えろ船木耐えてくれ日本格闘技界の未来のためあでも落ち着いてますね冷静ですねさあそしてさあ締めているヒクソンが締めている船木耐えろいやまだ船木の心は折れません船木は折れません落ちるな落ちる船木敗れてしまった二人の侍の戦いヒクソングレイシーが宮本武蔵ならば倉木正勝は佐々木小次郎だったのか倉木敗れたりヒクソン強し関根さんでも倉木最後まで、目開けてましたよそうですね、過去最高ヒクソンを追い越えましたよね、こんなヒクソン見たことないですよねヒクソンの顔も腫れてますしね、はい、もうちょっとなんですけどもね、手前まで追い込んだんですけども、はい、やはりこの、他のブラジリアン柔術の選手がヒクソンだけは特別だと言っていたのがやはりこういうことだったんですね、はい、やはり強いですね強かったヒクソン・グレイシー、すごいマウントになってからの落ち着きぶりがね、はい、他の選手にはないものですね、吉田さん、はい、横四方いわゆるサイドポジションというところからの攻撃そうですね、まあ、柔道と非常に似たところがありますあそこでブリッジとかしてですね勝利がしのいでほしかったですよねあそこからはもうやはりヒクソンの独壇場という感じがしましたねそうですねもうグルさん、はい、フラキの表情そしてこのでもこのヒクソンの喜び方というのは逆にそうですよねそこまで追い込んだっていうことだと思うし、はい、もう船木選手も今までに見たことがないぐらいいいコンディションだったと思うんで、はい、これはすごいと思いますよ船木ここまで追い込んだしかしヒクソングレイシーの前に敗れ去ってしまいました最後まで落ちても目は見開いていました船木正和自分の足で控え室へ戻ろうとしています東京ドームコロシアムに集まった全ての船木ファンが温かいファンを送っています浅岡さん、はい、この2人の戦いそうですね、改めて勝敗を分けたのはですねテイクダウンの瞬間だと思うんですよ、はい、あれですねあ船木ですね船木を